はいどうもハッパラッパです。今日はですね、こちらご覧ください。トロフィーご覧ください。やっとね、3220まで、戻すことができました。いやーね、これ3220ですわ。ついにですよ、もう今ね、日本のプレイヤーさんがですね、一番下のローカルランカーさんで、おっと消えた。どれだ？ちょっとお待ちください。はい、こちらですね。今一番ね、ローカルランカー200位の方で3465、あとね240ですね。いやー、まあどうも徐々に近づいてきてるとは思うんですよね。今日はね、こちらのリプレイでちょっとね、やっぱね、こうなんだろう、リアルタイムなかなか厳しいものあります。昨日の夜ね、このように今4連勝ぐらいしたんですよ、最後。そして、3220まで、ね、到達することができましたので、こちらねリプレイの方でねお届けしようかと思います。こちらご覧ください。はい、もうねこの辺ほんと厳しいんですけれどね、昨日なんだろうな、冷静にこうね無言でやってたんですよ。無言の無表情、無リアクションということでね、ノーリアクションということで、そうするとねかなりねやっぱねなんだろう、ミスが少ないんですよね。まあね、ちょっとこうたまにね、たまにはリプレイでねご紹介という形になるんですけれども、まあ、この辺さ基本的には強いんですよね。さあこのように、まあ、僕は基本的にホグライダーをね、もう初っ端もう手持ちの札にあるともかますんですけれども、こういった感じでまあカウンターを食らうこともまあ多々ありますと。そしてまたね苦手な迫撃砲デッキがね相手だったんですけれども、まあ今このようにしてポイズンとゴブリンで処理していくと。いやね、やっぱ強いっすわ。さあこの後どういった形で来るのかと、まあエリクサー運用もね向こうのがねまあ優位に立っているというか、そういう感じなんですけれども、さあロケット来ましたね。まあここで向こうがねエリクサー枯渇したかなと思ってホグライダー出したんですけど、かなり余裕があった出し方だったので、全然ね保っていると。はい、ただしこれ良かったですね。ガーゴイルの3匹来たんですけれども、少し体力残って一発当てることができた。このようにねチクチクね与えてくることっていうのもね、ちまちまだけで必要なのかなと思います。そしてボムタワー、アンパイボムタワーを出していくような感じですね。はい、ボムタワーを設置できることができれば、このようにね迫撃砲のね大体こうちょっと後ろに下げてボムタワーを潰しに来るような人も多いので、これでね迫撃砲の時間をね一回ねやり過ごすことができるという形で、おっとボムタワーでねロケットですね。そして今997まで、アリーナタワー減らされているんですけども、ここからですね、さあ向こうはまた防衛出してくると。まだうまくいかないですね。見てください、向こうのガーゴイルのレベル11ですよ。これえぐいですよね。そして迫撃出してきたけど、またボムタワーと。まあ今ね、今現状ではボムタワーね体力まだありますので、結構その盾役としてはいいのかなと思います。さあ向こうはロケットと。さあ今456ということでね、かなり今危険な状況ではありますよね。はい、ここでなんとかねホグライダーは2発当てることができまして、こういう団子が襲いかかってくると、まあ、ここにボムタワーの攻撃で応戦していく。そこで右から、あ、これ良かったですね、ファイアーボール。向こうはちょっと焦ったんでしょうかね。あーでもこれ嫌な雨でやられてる。そこで突っ込む。そしてまた大砲で防がれる。ここでなんとか、これが良かったですね。さあこのしつこいホグでしつこいホグでなんとか勝つようなことができましたと。はい、このゲーム本当非常に防衛が大事ですよね。どうしてもね焦るとね攻撃に集中してしまうんですけれども、そこで隙をつくと。今ね敵がね焦ったような状況だったと思うんですよ。少しファイアーボールもね当ててきて、そこをね隙をついた、勝利なんじゃないかなと思います。はい、いやー今3220ですよ。はい、またね、まあまあ今日もね地道にやっていこうと思うんですけれども、また、まあできればリアルタイムでねお送りしたいと思いますので、よろしくお願いしますということで、はい、というわけで本日はご視聴ありがとうございました。